はい、皆さんこんにちは。せんちゃんです。つちです。今回は外羽のスタイリングを超簡単に教えていきますね。イエイ。はい、ではそれでは実際にやっていきますね。必要なものはクリップとアイロンですね。よし。で、超簡単ということなんで横は分けずに巻いていきます。後ろは2段に分けるので最初に分けておきますね。じゃあ実際にやっていきます。それでは超簡単ですのでさっと終わらせますね。で、全体ここに熱を通すとツヤが出てまとまりが良くなるので実際にこう全体にこう熱を当てながら下の方で外します。そうするとこうあんまりいやらしくないような外羽になってくれますので皆さんもぜひ下の方でこう外羽カールをさせてください。で、このままちょっと回ってもらいますね。はい、反対も同じく後ろの方はこうまとめてこういう感じですね。こんな感じで下の方で下の方でやっていきます。で、こっちのサイドも同じでまとめたままこう下の方で通気をしながら下の方で落とします。で、最後に上を外してもらって、で、これもそうですね、このまま前回巻いたところもちょっとすくってこういう感じで下の方で巻いてください。そうするとこうナチュラルな外羽になるので、これに今回は今季のトレンドであるちょっとウェット感のあるスタイリング剤を使ってきますね。こちらです。こちらはちょっとバターっぽい感じで最初は硬いんですけど手のひらで溶かして全体につけてもらえれば OK です。でまず手のひらでこう伸ばしてから全体に外に跳ねさせるようにつけていきます。ちょっとしたアレンジとしてちょっと分け目を変えてみたりとかしてあげてちょっと耳にかけたりとかするとまた雰囲気が変わって大人っぽくなるので皆さんもちょっといろんなアレンジをやりながらやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで簡単にトレンドの外羽ができるんでぜひ皆さんも超簡単なんで時間も1分くらいできるんでチャレンジしてみてください。 4cm のせんちゃんでした。つちでした。イエーイ。はい、今回は 4cmTV をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。お願いします。